喜劇駅前狼は、1964年1月15日に、東方系で公開された日本映画、カラー、東方スコープ、東京映画作品、90分。キャッチコピーは、待ってました。豪華20大スターの超娯楽大作、駅前シリーズ第7作。本作より監督は、久松誠二から佐伯木構造に変わり、佐柄木は1967年公開の、 喜劇駅前漫画までシリーズ12作品を担当する。本作の舞台は両国駅及び金市町駅周辺で東京が舞台になるのは第1作駅前旅館以来6年ぶりである。そしてタイトル通り本作は女優陣の活躍を主にした。冒頭に映っているのは金市町駅前の風景で都電金絞り車小あたりから撮影されている。 両国が舞台ということもあって、里の山、土地の海、土地光、出和金といった力士たちがゲスト出演する。孫寿司は、隅田川を渡った台東区やなぎ橋、足立藤子のバーと、松島恵子の店は、都電禁止堀車庫の裏手にある、清正稲荷大臣、出世部財店付近となっている。乱れる。ありがとうございます。